5000円紙幣は日本銀行券の一つ。5000円券、5000円札とも呼ばれる。額面は5000円。現在発行されている5000円紙幣は2004年から発行されている樋口一葉の肖像の E 号券である。他にかつて発行された C 号券と D 号券があり、これまでに発行された5000円紙幣は全部で3種類存在する。 C1 万円券と同じく肖像は聖徳大使であるが C1 万円券よりもこちらの方が先に発行されている。当時の大卒初任給が1万3000円ほどということもあり、このような高額紙幣は発行する必要があるのかという議論がなされたが、発行されると高度経済成長とともに順調に。 D5 券からは肖像に文化人が採用されており、5000円券には二戸稲造像が選ばれた。現在発行中の紙幣の表面はすべてが左側に関数字で額面、中央に透かし、右側に肖像などの絵となっているが、D5000 円券は額面と透かしの位置が入れ替わっている。このデザインは現在ではこれが最後となっている。肖像と透かしでは ニトベイナゾウの紙の分け方が反対になっている。また、額面の下には太平洋が描かれている。裏面には、元トスの湖面に富士山が映る逆さ富士が描かれている。これは、岡田紅葉の湖畔の春という写真を元にして描かれていて、いい宣言権にも使われている。湖面に富士山が映る光景は年に一、二度しかないと言われ、貴重である。またニトベイナゾウが、 形式用の白のネクタイを着用しているのは、幼女の結婚式に出席した際の写真を元としたためである。視覚障害者が触覚で容易に、犬種を識別できるよう、透かしにより、表面から見て、左下隅に識別マークが施されている。初期の基番号の色は、黒色だったが、1993年12月1日発行分から、基番号の色を褐色に変更するとともに、 マイクロ文字、特殊発行ンキ等の偽造防止技術が施されている。褐色基板号の紙幣については、製造者が当初は、大倉省印刷局、2001年5月14日、発行文分から、財務省印刷局、2003年7月1日発行文分から、国立印刷局の3種ある。当初、大倉省は女性を採用することで、精神差をアピールするつもりで、紫式部。 清少納言、与謝野秋子、樋口一葉らを広報に挙げていた。しかし、紫式部と清少納言は、写真が存在せず、与謝野秋子は、反戦家を作ったこと、孫が、当時の国会議員である、与謝野薫であること、樋口一葉は、短名が、マイナス材料となり、結局見送られた。最終的に人選が決まったのは、1980年6月のことで、 東京女子大学の初大学長で女子教育に力を入れた二戸部稲造が採用されることとなった。なお当時の鈴木善光首相の出身地は二戸部と同じ岩手県である。肖像は d 号県で見送られた樋口一葉が選定されたが、日本銀行券の表面の肖像に女性が描かれるのは初めて。偽造防止技術には、 光学的変化インクを除き2000円券に使われたものが多く採用されたが新たに表から見て右側に紙を薄くした隙を入れたスキーレバーパターンと見る角度によって像が変わるホログラムが採用された5000円券にはスキ入れは2本ホログラムの像は桜と日銀のロゴと5000の文字を見ることができるまた公式に発表されていないが表面と裏面にカタカナ に、ほ、の文字が、シークレットマークとして入っているほか、有利音も採用されている。さらに、ホログラムの上下にも、漢字、日、本の文字が刻まれている。特殊発行ンキについては、紫外線照射により、表面の印象、総裁の印が、オレンジ色に発光するほか、表面の血模様の一部が、オレンジ色に、裏面の血模様の一部が、黄緑色に発光する。 視覚障害者が判別できるように紙幣の下場の左右に指触りで禁止を識別するためにデコボコの印刷がされている。1万円札は L 字、5千円札は八角形、2千円札は3つ、1千円札はとなっている。また、国立印刷局からスマートフォンで判別、読み上げることができるアプリ、有吉君がある。ホログラムの透明層は、 光沢がありその他の印刷面と食感が異なる。発行当初は5000円券と1万円券の透明層は同一面積、形状であったが、2014年5月12日に5000円券についてホログラムの透明層の面積、形状が変更され、これにより視覚障害者にとっての5000円券、1万円券の識別性の向上が図られた。また同時に、 基板号の色も黒色から褐色に変更された。2024年上期をめどに改札される5000円紙幣では、津田梅子に変更予定である。新たな偽造防止技術としては、高精細スキーレ模様とストライプタイプのホログラムが導入される予定である。視覚障害者のための識別マークは上下に配置されている。改造紙幣には、神宮皇后が描かれていたが、これは日本銀行券ではなく、 政府紙幣であった。また、二千円券の裏面には紫式部が描かれているが、肖像画ではない。ありがとうございます。